さんいかがお過ごしでしょうか。ジャズドラマーワンエクスパート、そして専属学園音楽大学客員教授の大阪正彦です。よろしくお願いいたします。今回のトピックはなんと意外にもスティーブ・ガット。スティーブ・ガットはフュージョンドラマーというカテゴリーに入ってしまうかと思いますけれども、しかしながら、先頃亡くなられたチック・コリア、ピアニストのチック・コリアとの共演が最も多いドラマーの一人だと思います。レコーディングたくさんあります。そういう意味では、すごく、ジャズ界にとっても重要なドラマーだと思うので今回取り上げてみました。チック・コリアが亡くなられたので、おそらくスペインとかね、セッションとかでコールされること多いかもしれません。プロのジャズミュージアンの中でスペインという曲は、まあ、あんまり好かれてないですよね。というのも、もちろん複雑であるということ、あと人によって生き方が違う、なのでジャムセッションで気軽にコールされてもねという部分はありますよね。管楽器とかにはいいキーではないですもんね。ボーカリストとかね、スペインすごく好きですよね。やっぱアルジャローがね、取り上げたバージョンがもうとっても有名です。まあそのアルジャローの、レコーディング、実はスティーブ・ガットなんですね。もう聞いた瞬間からスティーブ・ガットってわかる感じの、プレイをしています。なので今回はアルジャローのスペインの中でのスティーブ・ガットのプレイに、注目して、リック・その他を取り上げてみたいと思っております。ボーカリストのサポートの時にこれがすごくよく起こると思うんですけれども、1曲目サテンドール、2曲目ラバーカムバックトゥミー、3曲目 What is this thing called love。 盛り上がってきたからここでスペインアルジャローバージョンでみたいに言われちゃうことが多々ありますよね。アルジャローってか、まあボーカリストにとってのスペインはアルジャローですからね。まあアルジャローといえばスティーブ・ガット、スティーブ・ガットのバージョンです。でその時にすごくこのトラディショナルなドラマーが困ってしまうのはこのチューニングの違いですよね。いわゆるジャズらしいストレートアヘッドなチューニングでやりたいですよね。でもそのスペインとか言われた時に全くもってこういう音がなんか沈まないって言いますかね、リズムがなんかこう浮ついちゃうんですよ。ファンクを頼まれた時にどうするかみたいな動画を上げたことがあるんですけれども、今回もそのセオリーにのっとって、まあ、スティーブ・ガットみたいな音に急ごしらえでするにはどうすればいいのか、すごく簡単な手があります。それは、これも以前紹介しましたが、こう例えばね、楽譜が入ってクリアファイルね、このクリアファイルをフロアタムに置く、そして余った楽譜っていうのはないかもしれません。叩いちゃうから楽譜はダメですね。まあ一応これちょっと楽譜だけど、例えばチラシ、いらないチラシとかね、そういうのをここに置きます。そうするだけであら不思議、バスドラほらボンボンっていうチューニングのままだけど、このフロアとスネアがこうだいぶこれだけで変わりますよね。でこれで、なんとか急場をしのいだところで、パッパラレレレテレテテレパンパンパンポンポンポン、この後に来るスティーブ・ガットのピックアップフレーズ、これはねスティーブ・ガットいろんなとこでやってるんです。実はまあ聴感上は今やったような感じなんですけども、実際はスティーブ・ガットは多分こういうインワードパラディドル的手順で、まあもしかしたら実音として出てないかもしれませんが、ただこのアプローチ本当よくやってるんですよ。これなんかね、本当スティーブ・ガットジャズやった時にもよくやります。でパラララ、まあメロディー入ってきますよね。スティーブ・ガット自体はもっとタムタムがあるので、こう自由にっていうか、最初上からこうで次にフロアというふうにこう回してるんですけども、まあ3点セットだったらこの感じ、この感じでいいと思う。こういう手順です。
ここでタラララララララっていうところをこれでやってますね。で、おそらく皆さんが興味があるのはあのパッパッパラララっていうところだと思うんですよ。あのユニゾンのところ、したジャズサンバー云々の時に解説したチココリアの元々のやつはもうなんかハンドクラップで一拍ずつ四分音符が入ってますよね。だから表紙が取りやすいんですけども、スティーブ・ガットはここで、ちょっと今僕はカーベル持ってないので、このスタッキングのシンバルで代用します。まああるいはこれリムでもいいと思います。このリムで代用してもいいと思うんですけども、ここがリバースパラディドルで、次がインワード、またリバース、パッパッパレレレンとか、ちょっとした一拍半のキメがきますよ。ここが難しいと思います。この右手が一拍半カーベルいってるのに対してバスドラが先行してが入るので、その通りやんなくてもいいと思います。まあ例えばみたいな、こうちょっとはしょってちょっと合わせてあげる、これだけでも十分あのいいかと思いますけれども、こんな感じになりますね。サビダラララのとこ、あそこ実はスティーブ・ガットはね、割とこうポップスみたいに叩いてるんですね。こういうよくガットがポップスの時にやるアプローチなんです。これをやるとなんか急になんかポップになっちゃうんですよね。だから僕なんかはあんまりこれやらないですけども、まあガットのこれでもガットをすっごくよくやります。いろんなとこでやってます。たまにでも僕なんかだったらガットがよくやるこっちが好きですね。ベースドラムはいわゆるこういうサンバーキックって言われるやつで、ああいうユニゾンにしてやったりしますよね、ガットね。あの実際盛り上がってくるとよくやってますよね。まあこういうのはありますね。チココリアのアルバムでやってるジャズっぽいニュアンスが出るかもしれません。スティーブ・ガットの特徴はこういうのをコンポジットリズムっていうんですけども、要するにその曲に合わせてリズムを作るということです。例えばサンバだったらこれがサンバだっていうふうに、まあ、みんなの認識がある、あるいはこれがサンバだっていう、みんなの認識があるものを、いや俺はこういう感じでやるよみたいな、これもガッとよくやってますよね。スペインのサビの部分の話でしたけれども、まあこんな感じですよね。スティーブ・ガットの特徴的なところを、サンバプレイを今ちょっと取り上げてみましたけれども、さらにスティーブ・ガットのフレーズなんかも、まあ、ここで紹介したいと思います。6ストローク、ガットの特徴はとにかくリラックスして、こういうハイハットを叩くときもこういう感じですよね。もう置いていく感じですもんね。あともう一つ、これ以前も紹介したことありますけれども、ダブルラタマ級フレーズね、
本当はラタマキはこれをオーケストレーションでバスドラに置き換える。で連続させるために頭を省いて、これもうねいろんな人がもう解説してますよね。ダブルラタマキューフレス、これなんかももうあのどんどんこうスペインの演奏するときに、入れてってもいいと思いますし、ガットといえばこれね、2、3、4、このねバスドラ左右というこの手順がすごく面白いですよね。一拍半フレーズでとっても有名なのはこれですね。こういうね、ワン、ツー、スリー、フォー、これもすごくやります。だから今、紹介したダブルラタマキュー、そして、バスドラレフト、ライト、で今の、一拍半フレーズ、これをねガットはねドラムソロで連続してやるとすごく多いんです。こんな感じ、もう一つ、あとガットはねインバーティドダブルストロークやっぱり多いです。これを使ったこのこれすっごいやってますよね。まあ大好きですよねガットね、これね。こういう丸っきりのパラディドルからこれに持ってったりしますよね。いくつか紹介しました、スティーブ・ガット・リック、こう例えばねスペインのような曲はおそらくねドラムソロやってよみたいに言われると思うんです。そういうテンポだし、まあサンバだから盛り上がるからこの曲でドラムソロお願いしますみたいなことを言われてしまうと思うんですね。まあどんな感じでやるかは、ちょっとこういう多分ねドラムソロやるときこんなセクションを作られたりもすると思うので、そういうセクションを、仮想セクションを作って、まあちょっと模範演奏、今回のトピックは、スティーブ・ガット。スティーブ・ガット、まあ、アル・ジャローのスペインの中でのスティーブ・ガットのプレーからの、スティーブ・ガットの、ちょっとした代表的なリックを取り上げてみました。ご視聴ありがとうございます。まあ、スティーブ・ガットはね、もうあまりにも有名ですし、もう本当にいろんな人が、取り上げているので、今更僕が取り上げるまでもないんですけれども、まあ、こういうね、こういうのを使って、まあ本当にね歌番ってこういうのあると思うんですよね。すんごいスタンダードな曲やった後にポップスの曲みたいなね。
Just the Two of Us みたいな曲とかね。まあ、Just the Two of Us もスティーブ・ガットやってますよね。ほんとスティーブ・ガットって本当にもうどんだけレコーディングやったんだっていうぐらいやってますよね。最後にですね、ループ地獄スペインというのをおまけにつけてますので見てみてください。今回は以上です。どうもありがとうございます。